安くないんだ。2000万1000万という金は。勘違いするな、ガキめらが。金はな、命より重いんだ。好む好まざるとに関わらず、人は金を得るため人生の多くの時間をそのために使っている。言い換えれば自分の存在、命を削っている。存在そのものを金に変えているんだ。サラリーマンだろうが役人だろうが、みんな命がけで金を得ている。想像してみろ、エリートと言われている連中の人生を。小学中学と塾替えをし、常に成績はトップクラス。有名中学、有名進学校、一流大学と受験戦争に勝って、やっと一流企業に入っても待っているのは出世競争。仕事第一と考え、上司にへつらい、取引先にはおべっか。毎日律儀に会社に通い、残業をし、そんな生活を10年余り続けて、30代半ば、40、そういう年になってやっと蓄えられる金額は1000万、1000万という金なんだ。わかるか？2000万は大金、大金なんだ。それに比べてお前らは何だ？必死に勉強したわけでもなく、懸命に働いたわけでもない。何も気づかず、何も耐えず、何も乗り越えず、だらだら過ごし、やったことといえばほんの十数分の余興。なめるな。あんなもんで2000万という大金が手に入るか。それでも手に入れたい、どうしても手に入れたいとなったら、これはもう命を張る以外にない。